皆さんこんにちは、カノンの森の堀です。今日はこちらのウッドデッキのメンテナンスをしていきます。お掃除してペンキを塗っていきたいと思います。今日はウッドデッキのメンテナンスをしていきます。そもそもですね、こちらのウッドデッキは天然木でできています。天然木の種類にはハードウッドとソフトウッドというのがあります。我が家の木はソフトウッドという部類の柔らかめの木になるので、メンテナンスが必要です。でメンテナンスをしていかないと朽ちてしまうデメリットがありますが、施工費が安くて済むハードウッドという木でデッキを作ることもできるんですけれども、費用が高いんですが半永久的に朽ちることなく持つというのがハードウッドのメリットです。どちらを取るかというところで、うちはソフトウッド作っています。ウッドデッキって意外と快適に使える時期っていうのが限られていて、出れなかったり、もしくはちょっと視線が気になってお外に出られなかったりっていうのがあるかもしれないんですけど、我が家の場合はそれがないようにね、木で覆ったりして、一年中暑さ寒さでも対応できうるお外で楽しめるように考えて作ってます。はい、そしたらですね、ウッドデッキのお掃除からしていきたいと思います。我が家はですね、このように上にコナラがありまして、この葉っぱがね結構落ちてくるんですよね。冬場は葉を落として日差しを届けてくれて、夏場は葉が茂ってここに日が当たらないような設計になっておりますが、葉っぱたちがですね、こういう溝の中にね落っこってたりするんですよ。なのでこういうものを、こういう溝も葉っぱが落っこっていると朽ちてしまう原因になるので、ここは定期的に掃除をしておりますが、こうやってねどんぐりの頭が詰まってたり、木と木の間の葉っぱを全部きれいにお掃除していきます。でどんぐりさんがねこうやって詰まっちゃうんですよ。なのでこの辺も全部出していきます。お掃除は、ブロワーがあると超便利です。細かいさっきの溝とかも風で吹き飛ばしていきます。で、お掃除が終わったらデッキの表面を、デッキブラシでこすって汚れを落としていきます。犬たちは日向ぼっこがいいそうです。はい、続いてですね、デッキの表面についた汚れを落としていきました。もう終わりました。デッキにお水を流しながらですね、このちっちゃいデッキブラシで、大きいの買った方がやりやすかったのかなちっちゃいのでやっちゃったんですけど、デッキブラシの方がもしかしたらやりやすかったかもしれませんが、うちはですね、ここのパーゴラの上ですね、この上に右側にちょっとホースが見えると思うんですけど、このホースでですねミストを出しています。どうしてもねジメジメしちゃうんですよね。なので表面がね苔っぽくなっちゃってましたので、その辺を表面きれいにしました。これで、2、3日乾かしてからペンキを塗っていきます。今日の作業はおしまい。
はい、表面を掃除しまして乾いたので、これからペンキを塗っていきたいと思います。はい、ウッドデッキ塗り終わりました。丸一日乾かしたところになります。結構いい色に塗れたんじゃないかな。自画自賛です。まだちょっとねペンキの匂いがしますけれども、水性は油性みたいなツンとした香りもしないので、その辺はいいですね。木目が綺麗に出たかなと思います。女性2人でやって塗った時間は2時間半ぐらいかかってます。これ一度塗りですね。1回しか塗ってません。これでまたね1年後とかにどう変化していくかっていうのも、見守っていきたいと思います。ウッドデッキメンテナンス編でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。